じゃあそれで何やその誰何人を呼ぶとかっていう話でしょ。じゃあそうだ、聞いてほしい、例えば聞いてほしい、で誰に聞いてほしいんですか。俺は、はい、俺って何も聞いてほしくない俺は歌いたいだけやから、何回も言ってるけど、何回も言ってる、俺は歌いたいだけやから聞いてほしくない。ほんならストリートせえやみたいな話やけど、ストリートは間違ってる話で共通してるじゃないですか。だって聞いてほしい人って誰なの。例えばねえ、誰なんですか聞いてほしい人って。ほんなら、大事なんじゃないでしょ。いや、ほんならあなたが嫌う、ちゃんと媚びを打って聞いてくださいって言うた方がええやんか。なんで、なんでみたいな。だって聞いてほしいって、聞いてほしい、これが歌う、俺がじゃないけど、その曲を歌うわ。ほんならなんでそうやったら、ほんならなんでストリートせえへんの。え、ほんならなんでストリートせえへんの。そう思えたらストリートするのが普通やん。そう、誰も聞けへんやんか。いや、だからそういうことやんか。だからそういうことやんか。そう、だから言うてる、だからそういうこと、だから誰も聞けへんねんそう思えへん。誰も聞くわけ。ストリートなんかする人は全くないですよ。だからストリートしようが、ライブハウスで歌おうが、誰も聞けへんっていう話じゃないですか。違う、間違ってる。実際誰も聞いてないやんか。池崎さん、はい、これをちょっとね、カズンさんに送って。カズンさんも、なんとかないとみたいなやってますやん、なんか。カズンさん、なんとかないと自分が誰やろ、桑田になりたいのか。そうじゃないから俺が歌ってるわけやんか。桑田になりたかったら桑田の歌を歌ったらええわけやろ。それも間違い。間違いやね。それも間違い。間違いや。桑田と同じ歌を歌って何が桑田になれんの。それおかしいやん。なれへん。それおかしいやん。なれへんけど、だってさ、例えば俺桑田が、桑田っていうのがウケる歌を作れる人間やから、それを認めてるわけですよ。そうやで。じゃあね。けども、ほら、しょうもないやろ。もう言うたら敗北や。敗北や。ユーミンがどうや。ミスター・チルデンがどうや。ああ、そうそう。敗北じゃないもん、俺なんか。そんなの、あれ、だったら別に敗北と思えへんやったら、堂々と歌詞も歌っていいやん。そうだろ。だから俺が歌うで、それに客を呼ぶ必要なんて、どっか先があんねん。出た。それめっちゃいやらしいやん。いやらしいよ。客がどうやとかさ、そんなもん。ほんなら、ええやん。ほんなら酔っ払いの客呼んでやで。ああ。まあ、電話してや、メール打ってや、友達呼びましたと。ね、よく友達、まあそらお客、あのお店的にはええやんか。いや、その時にあなたが歌う曲はどうなの。え、俺、その時がどうであろうが、俺が歌う、俺がじゃなくて、その演者が歌う曲っていうのは同じじゃないですか。いや、演者じゃない。その時にやで、親戚呼びました、子供呼びました、ほんならなんかわからん、そのなんかお姉ちゃん呼びましたと、ええやん。まあ、なんせね、もうそれ、面白い、それ。じゃあ、ほんまね、そんなもんクソくらいな。あのね、ラブランさんの中で、特に、もうほんまに和田さんがすごい気にしてるのは、例えば客は呼べないとかって、すっごい気にしてるんですよ。客ってファンや。電話して、メールして呼ぶお客さんじゃないやん。いや、だからその話をすぐにさ、俺たちなんかどうやこうやって言うてるやんか、いつも。そうやね。毎回言うてるやん。だから俺たちのために。だからそれに対して、呼ぼうっていう努力をしたかどうかって話をすると、一回もしたことないやんけ。だってそうなんです。俺は必要ないと思ってる、最初から。そうやろ。俺は歌うから。だから、そんだけ思うんやったら、それをなんで、そんだけ心配せなあかんねん。心配する必要ないやんけ、別に。してないもん、全然。してないわけないやん。だから、今日も秀樹さんにごめんなさいって謝っとったやん。それは、
謝る。なんだそれ。それはおかしいやろ。それは謝る。おかそんな思いで謝らなくていいやん。それでも秀樹さんが。謝るけど、それは謝るって。なんでやねん、もう。違うって。謝るっていうのは、それは僕がこういう考え方やからごめんなさいってことを謝ってるわけや。そこはそれで、店側は OK やって言うからいいやんけ。それでいいや。だから、でも僕はこういう考え方なんで、ちょっと待って、それを言うんだれば、それ言うんだおかしいよ。何が？それ言うんだれば、もっと、そういう風に、ええ風に、やろうと努力せなあかんのちゃうの。何をええ風にするの？いや、俺はこうだからごめんねって言うんだから、それを突き通せばええんちゃう。ええよ。そんな謝らんでもええやん。でも謝らなもんな。そう、営業的には。そういうことやんか。もうこの状況でね、この状況で秀樹さんめっちゃ楽しい状況になってるから、もうただ単に、これ撮影してるから、すごい楽しい状況で、秀樹さん、ボイス的にはどうなん？どうなん？それはちょっと聞きたい。俺はもうちょっと、ラフランスは、そうかもしれへんけど、もうちょっとぐらいは、営業してほしいなと思うんですよ。でも、ラフランスのキャラとしては、まあ営業はない方がいいなっていうのは絶対わかるんですよ。そうじゃなくて、例えば、コツさんとか、そういうラフランスさんが好きな方がこう口コミでこうはっきり言ってバカ野郎バカ野郎なんだけど、お店的なものとお店的なことなんであんたたちが考えてるんですか。おかしいでしょ。考えるのは世話ないじゃないですか。なんでですか。それ関係ないですよ。え、そうなん。全然じゃあお店的な感じを関係あるんであればもっと客呼んでこいよ。違うんです。全然もう全然もうミュージシャンじゃないから俺は。いや逃げた逃げた。ミュージシャンじゃないの。え逃げた。ちょっとだけ待ってくれ。それはお前の時はまあそうやって呼んでいただける機会だから俺は。マサイさんミュージシャンでしょ。それは大前提で。ミュージシャンなんだけど、でも本もともとその何やろ、リュウエクさんとかミュージシャンの方に飲みに行ってたから。だから何回も言うけど、なんであんた人前で歌ってんのって話ですよ。俺が歌ってるからね。ちゃう、それは俺間違ってる。ダメ、それはダメなんだ。なぜあなたが人前で歌って評価得ようとしてるんですか。俺は歌いたいから歌ってるから。そうでしょ。それを応援しようとしてる人間とか、あなたの歌が素敵だなっていう人、その応援してる人間をなんで裏切るのことをずっとなんて言うてるんですか。え、いやだって来てくれないもん、そういう人たち。僕たちが歌って、すみません、僕もそうやし、いや、そうなんやけど、毎回それに対して応援してる、参加してるミュージシャンすると、あなたのモチベーションが悲しくてしょうがないんですよ。そうやな、もうその、演奏するじゃなくて。じゃあ、毎回、まあもう、だから今回のね、8月3日、行きますやんか、大阪に。ね？行きますよ。行きますでしょ？行くでしょ？行くでしょ？はい、で、俺も、秋も、やる気ワンまで行くねんけども。いいですか？いや、実際どう思ってるんですか、そこに。俺らはどういうふうに思ってるんですか。そういうのちょっと難しくなっちゃうんですよね、そういうの。ちょっと難しいとかさ、なんかもう。いや、そうじゃないですか、答えがね、答えっていうか、なんか、まあ、都合よく、いつも、まあ、選択できたらいいですよね。なんかだって毎回マサさんもノブさんも俺のことをギターが上手い人って言うてくれてませんか。俺そうやけどね、ノーリさんもアニさんも俺そんなね、あなたたちが言うほど都合よくその何やろ、その来てなんていうこと、俺もめっちゃ気遣ってるんですよ。その
だからそのピッカピカの感じが腹立つって言ったら腹立つしてるんです。だからすごいよこれ。だからもうほんまになんでそんなこと言うてんのかっていう話なんですよ。あ俺もっともう今日ね、秀樹さんがおるからめっちゃ楽しくて言うけどじゃあ僕が秀樹さんを、マサさんが秀樹さんをどう利用しよう。俺だって秀樹さんのためにいつもあれやけど、だからまあ、ほんまのあれやな、ちょっと待って、利用しようって言い方は悪いかもしれんけども、でも、秀樹さんもそういうね、今のお仕事をやってるから、とりあえずは、バックアップの姿勢なんかめっちゃあるんですよ。めっちゃある。でも、さっきの話もないけど、あんたがどうしたいかみたいな話、一言なんですよ。そのために、私たちができることは何でもしますっていうことは、もうめっちゃあるんですよ。けど、本人たちが何にも言わへん、何にも言わへんし、ちょっとそれでも俺たちかっこよくやりたいんだけど、中途半端に言うから、めっちゃファックオブなんですよ、俺たちが。俺から言うと、何やそれみたいな。でも、その人たちの、あの素敵なことはめっちゃわかるんですよ。めっちゃ素敵やねん。素敵やねんけど、そのあなたたちの世界観をあなたたちが素直にちゃんと言うてくれへんから、俺たちどうしたらええねんみたいな話です。俺前かええことないわええことないわ。なんとかって言ったやつと、これちょっとカズンさんにちょっと連絡しましょう。俺ちょっとカズンさんに言いたい。何か、お前どんだけ女好きやねんみたいな。どんだけその女を、いや、カズさんって、あの、やってるやつをどうしたいの？結果的に。誰？いや、誰とかじゃない。誰とかじゃない。その、なんか、表向きにね、こうがいいですよって押してるのはわかんねんけども、どうすんのみたいな話。僕、ロセンさんなんか、なんで、押してる意味がよく分からへんねんけども、まあまあ押してるとするじゃないですか。ほんでロセンさんが押してるこう何、ほんならロセンさんとなんかそういう契約とかなんかあるんですかみたいな。めっちゃ秀樹さん楽しいですよ。めっちゃ楽しいです。ちょっと事務所的な契約みたいな。事務所がないですよ。だってロセンさんの彼氏って四国なんでしょ。そういや、わかんないですけども。わかんないですよね。そちょっと、なんかもう、ちょっと、じゃあもう、ちょっと、ユーストリームに俺誘ってくださいよ、な。もう言うてください、もう、この間。バンバン言っちゃいますか。もう言いますよ、俺。言います。めっちゃ言いますよ。もう、我々は全部、もう俺、しょいますわ、そんな。ほんまに。あれですね、妖精たちの夜ってやつ。妖精なんかおらへんって、一人もおらへん妖精なんか。違う妖精は、じゃあ酔うは酒酔いの酔う。ああ、なるほど。それはもう前エラフラフの僕たちは妖精やつ。逆にね、断蜜みたいに、例えば男の気持ちを何やろこう奮い立たせる感じ、テフテフなんかすごい惜しいなとか思ったりもするんですけども、そんだけこうなんやろ、もうちゃんとやってくれるやつの方のが僕は認めるんですよ。私はエロで売りますとか。でもテルちゃんでエロじゃないような気がしますね。エロじゃないって言いながらもテフをね追いかけてるやつって何を求めてるんですか。そうですかね、何なんですかね。テフのことを一生懸命求めてることは何なんですか。いや、それをあなたが考えてる以上にテフさんがどう思ってると思います。僕が考えてる以上に言ってるんじゃない、はい、だってマサヤさんに応援されてもテフさんに何のあれがなければ、そんな考えどうでもいいじゃないですか。例えばテフちゃんがその
ライブのね、チラシを撮影するにあたってとかどうなのか、あるじゃないですか。でもステージでこう、なんかこう、くるくる回ってる。それはね、それはほんまに俺たちが勝手に思ってるだけのテクさんのイメージだよ。回ってますやん、デブちゃんって。誰がデブちゃん、くるくる回ってます。デブちゃん、くるくる回ってるの。くるってことね、くるくる回ってますやん。まあまあ、ステージ上で。そうそう、くるくる回ってる、まあ、異常的な。くるくる回ってるデブちゃんが好きなんですか。いや、俺はね、心配するんですよ。同じ方向にそんだけ回ってんかな。まあ、そんな風に考えてるやつって少ないです。そうっすか、ね。はい。それよりも、やっぱり、元気はつらつとか、こう、なんかもう、こう、振り乱してやってるテクちゃんが好きなやつが好き。あ、もう、振り乱して、こう、ぐるぐる回る感じね。うん、レスポールを、SG でした。SG。まあ、SG。赤い SG を書き鳴らす。すぐ。まあ、すぐです。だとするとやっぱりマサさんちょっとやっぱり外野、外野ですね。ああ外野、外野ですね。ああ、僕は内野ではないですよ。内野でもないですよ。僕は内野でもないですよ。ただ単にそう思うだけの話です。ほんまに。まあまあまあ、だからでまさか今度さ、カズンさんのその夜中のユーストリムのラジオに行きましょうか。俺ら二人で。で俺ら二人が思う話をこう言いましょう。こうなんか、なん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 すかね、バカ野郎みたいな話を。全然あり。全然あり。まあ、そうですね。なんか面倒くさい話で。はい。はい。カズンさんがもう続いてこれるかどうか。ああ、カズンさんが思ってる世界観とラフランスさんの世界観もうかなり違うんですよ。絶対違うんですよ。まあそのあたりね。うん。先生。まあ、ヨドウハイジャックの話から始まって、ね、なんでそこがいや、まずそこら辺から話しましょうよ。なるほど。はい、僕の先輩。はい、そうですよね。だって先輩だよ、関係ないですよ。先輩って、いやいや、長田高校でみたいなのあるじゃないですか。全然スマ高校。あ、スマ高校。あ、そうか。そう、長田高校の人失礼なんでね、うん、その頭いい。僕らアホな。いや、だいたいね、そういう話とその音楽とがまずリンクするかどうかみたいな話になってくると、例えばね、ウッドストックっていうイベントがあったじゃないですか。で、それってまあ言うたらそのノリ的な部分があるじゃないですか。うん、でそこでじゃあ例えば富士山フォークジャンボリーの話をすると、はい、ね、でそこでじゃあその拓郎じゃないけども、はいはい、そういう人たちが話に登ってくると登ってこないわけですよ。中田の先輩の名前がないわけです。あ、フォークジャンボリーですか。ああ、まあないですね。普通その長田の先輩がフォークジャンボリーに出るってことでしょ。うん、ないないですね。でもウッドストックは3年も続いたわけやから、いろんなやつが出たわけじゃないですか。ああ、でも長田の先輩はいないですね。まあまあまあいないと思う、うん、でもそこで語られてる理由、語られてる内容っていうのは、例えばウッドストックとじゃあ中田の先輩たちが歌ってることの内容っていうのは一緒かっていう、全然違うじゃないですか。すっごい違うじゃないですか。そうですね。何が違うかって俺の話だな。いやいやいや、だから雪降って新軍の映画をどう語るかみたいな話じゃないですけども、いや、そういうと俺も同じだと思うんですよ。同じですか。うん、それはって、その
国として見たら一緒かもわからないけど、うん、言おうとしてることは多分同じだと思うんですよ。はい、どういうふうに、どういうふうに、うん、何が正しいか、そうそう、どういうふうにするつもりなのかみたいな。そうですよ。だからそれはその日本がフィリピンでっていうようなあちらこれなんか知った話と、だからね、秀樹さんもう いやらしいわ、もうそんなもうなんかすごい引いた時点でちょっと参加してもうお願いもう今日あれですよね、明日あれですよ、今玉の奈緒ちゃんと飲みに行かなかったんですよ。だって今日ですよ、もう。